ちーちゃんは、悠久の向こうは、日々のデビュー作。第4回新風社文庫大賞大賞受賞作。執筆当時、作者はまだ高校在学中であった。2005年2月5日に、新風社から出版され、2006年には、台湾でも翻訳出版がされた。2008年には、実写映画が公開された。2008年に、新風社が倒産し、単行本は、絶版状態となっていたが、2010年に角川文庫から復刊された。著者の別作、嘘つき嘘をつくたびに眺めたくなる月、ピーターパン&ロールとは、世界観を共有しており、本作の脇役キャラクターが主人公を務めている。ちーちゃん役に、時をかける少女で、今野誠の声優を務めた、中里恵舎、もんちゃん役に、映画、バッテリーで注目を集めた、林遣都を迎え、金重敦監督で映画化。2008年1月19日に劇場公開された。キャッチフレーズは、死んでも終わらない恋。僕は、オカルト好きな幼馴染、ちーちゃんに振り回されつつも、穏やかな日常を送っていた。高校入学にあたり、僕は、弓道部への入部を決め、ちーちゃんは、オカルト研究会の扉をくぐる。この学校には、お定まりの学校の七不思議と呼ばれるスポットが点在し、胸躍るちーちゃんは、その探検に僕をも誘ってきた。だが、彼女には言えないが両親が離婚の危機にさらされている。僕には、とても付き合えた冒険ではなく、その上、武藤先輩に告白されて、僕はパニック状態だったのだ。ところが、ふとしたことから、僕は、遥か昔に忘れていた、ちーちゃんに関する重大な事件を知らされることになる。ありがとうございます。